はい、こんにちは。中本白秋です。全国の寺院様や、また皆様がご利用できる NSK 白秋写経書体フォントを開発いたしました。これから、この開発の写経体フォントにて、般若心経を作成いたし、石橋太子先生記号の写経と、隅田田心経を比べてご案内してみましょう。こちらが石橋太子先生の記号された般若心経です。日本書道教育学会で生徒さんのために使われている教材でございます。こちらは海流王子、別名隅田田に古来から保存されている隅田田心経です。空海筆とも言われ、面品の写経とされております。はい、こちらが白秋写経体。このフォントは各寺院の経典を参照として中本白秋は記号しデータ化しフォントとして制作しました。名付けて写経体フォントと命名します。ご覧のような般若心経が作成できます。ではまず最初に石橋太子先生の素晴らしい般若心経をご覧ください。石橋先生の般若心経です。こちらが、隅田田心経ですね。このような写経がございます。で、ここに表示したのが今回開発しました白秋写経体で作成した写経ですね。写経の一部をここに紹介しております。はい、ここに同時に、作品を紹介しています。左から太子先生、真ん中が隅田田心経、そして右側は今回開発のフォントで作成した写経です。なお、ご購入を検討されている方はペン字上達トレーニングのトップページ、右上にトップページ、ショップ、マイページのボタンが用意されております。こちらのショップのボタンを押していただくと購入ができるようになっております。一度ご覧いただければ幸いです。以上、ここに白秋が現存する著名な写経の研究を重ね、古典写経の書風に習い、自己の正常の流量を旨として制作しました新開発の写経体フォントをご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。詳細を下のもっとメールをご覧ください。参考になりましたらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。中本白秋でした。